ゴブリンスレイヤーは、カギュクモによる日本のオンライン小説及びライトノベル。文庫版はが文庫より2016年2月から、刊行され、イラストは神、夏木昇。る。略称は、ゴブスレ。元は、ウェブ作品であるが、一般的なオンライン小説ではなく、いわゆる、やるオスれで、AAA と組み合わせて公開されていた作品であり、これを一般小説化した作品である。 このライトノベルがすごい。2017の新作部門で1位。一般的には、下級モンスターとして知られるゴブリンのみを狩る青年、ゴブリンスレイヤーを主人公とした作品である。初刊の刊行前に、コミカライズが決まっており、黒瀬孝介によって、月刊ビッグガンガンにて、2016年6月号から連載中。また、同じウェブ発の、まおゆ者に見られるように、 登場人物には固有名が登場せず、すべて肩書きで描写される。ただし受付状などが役職で呼ばれる時を除き、登場人物の名前として扱われることはない。これは、作中の登場人物はテーブルトーク RPG のキャラクターであるから、読者が好きに名前を考えてくれればよいという考えに基づく。所感は発売数日で重版が決まった。 このライトノベルがすごい。2017の2016年度集計では、新作部門で1位を獲得した。2020年7月時点で、シリーズの累計発行部数は700万部を突破している。2017年2月に、ガイデン、ゴブリンスレイヤーガイデン、イヤーワンの観光とコミカライズが発表された。コミカライズが小説に先行して、ヤングガンガン2017年19号より、 連載開始し、小説1巻はガンガンオンライン内のガンガン画で連載された。短編集である原作第4巻のコミカライズが、ゴブリンスレイヤー、ブランニューデーのタイトルで、月刊ビッグガンガンにて2018年5月25日から2019年5月25日まで連載。2018年9月27日より2作目の概念小説。 ゴブリンスレイヤーがエデンにつばめえのたち、大刀がガンガンガで連載されている。さらに、つばめえのたち、大刀のコミカライズが漫画アップやガンガンオンラインで連載された。2017年12月にはグループスによるテーブルトーク RPG 化が発表。2018年2月18日に幕張メッセで開催された。 ワンダーフェスティバルにて TV アニメ化が発表された。この TV アニメは海外でも高く評価され、2020年8月にドイツアニメ雑誌アニマニアが主催するアニマニア賞2020の TV シリーズ賞、監督賞を受賞した。この物語は最下級モンスターとされるゴブリンの実を狩る冒険者、ゴブリンスレイヤーの活躍を描く作品である。 この作品に登場するゴブリンは一般的なファンタジー作品に登場するものとほぼ同じであるが世界観に立脚してリアルに描かれる。ゴブリン1から2匹であれば力自慢の村人でも倒せるほど弱いが群れを成して残忍狡猾なやり口で人間の集落や冒険者たちを陥れる存在であり、油断すれば村を滅ぼすことすらある脅威となる。知恵や統率力に秀でた。 ゴブリンロードや英雄級の戦闘力を持つゴブリンチャンピオンといった強力なリーダー格が統率する群れは大きな町にとっても脅威になり得る。特にゴブリンは群れの数の多さから冒険者ギルドへの依頼が多いことに反して依頼者の多くは貧しい村であることから報酬は少なく一般に弱いと認識されるゴブリンを殲滅しても名声は得られない。そのため 熟練の冒険者は依頼を受けず、代わりに、新米の冒険者が依頼を受けることが多い、という社会問題がある。しかし、熟練の冒険者でも場合によっては死に至る、可能性がある危険な依頼にもかかわらず、新米の冒険者は、知識不足、経験不足から舐めてかかることが多く、結果として、ゴブリンたちの餌食となってしまう事例も多い。その際、男性は虐殺され、 女性は拉致監禁されて領辱され、ゴブリンたちの繁殖のための苗床にされてしまう。そのような社会において、決して油断せず、様々な技巧や知識を駆使し、ただ淡々とゴブリンの実を狩る存在として、ゴブリンスレイヤーが描かれる。作品のアイディアは、ネット上の雑談において、対ゴブリン剣術があるなら、ゴブリンだけを退治する冒険者がいるのではという疑問から生まれたという。 ただ、コッシュとしては、アメリカンコミックの、バットマンや、グリーンアローのような地元で、延々と犯罪者を退治している常人のヒーローとしており、それを典型的なファンタジー世界へ展開したものである。また、その世界観などには、ソーサリー、ダンジョンズドラゴンズ、異界戦記、カオスフレアといったゲームの影響も受けているといい、それら含めて、TRPG の要素も大きい。 倒した敵の武器を奪ってまた次の敵に向かっていく。敵は武器庫だというような概念は、ヘイローの影響を強く受けている。2012年10月から、やるオすれにて、AA との組み合わせで本作の公開を始めたが、友人の勧めを受けて公開中に、小説版を執筆することを決めて、作業に入り、最終的には、小説版の方が先に完成していた。AA 版の方は、 読者の反応をダイレクトに受けて、即興で話を作る面もあるため、完成していた小説版を A 版の展開に合わせて改訂したという。この時の小説版は、第27回富士見ファンタジア大賞に投稿したが3次選考で落選。その後、今川治真を主人公とした小説、天下一周死神無要件を第7回が、 文庫大賞に応募したところ最終選考で落選。その際に過去作である本作画が文庫編集者の目に止まり、2016年2月の刊行が決まった。さらに出版前にコミカライズ版も決定という異例のこととなり、5月25日発売の月刊ビッグガンガンボリューム06から掲載が開始されている。初刊の刊行は2月13日だったが、2月19日には、 早くも重版が決定し、2巻の刊行も決まった。が、文庫の編集部からも、が文庫新作として、異例のヒットと紹介された。声優は、ドラマ CD アニメ共通、祈らぬ者と呼ばれる存在。祈る者、つまり冒険者に敵対する存在でもある。2018年10月7日から12月30日まで、ATX 他にて、テレビアニメ第一期が放送された。 ナレーションは結城葵。原作小説第1巻から第2巻までの内容が映像化された。基本的に原作に準じたものになっているが、一部エピソードの順序が変更されたり、一部サブキャラクターの登場が簡略化されるなど、細部の内容には差異がある。同年のアニメ総選挙2018年間大賞、流行語大賞では、ゴブリンスレイヤーの ゴブリンか。が3位となり、同じくニコニコ動画の2018年秋のアニメを対象としたアンケートでは、ゾンビランドサがスリーシェオル、グリットマンに次ぐ3位となっている。2020年2月1日には、原作第5巻を映像化した、ゴブリンスレイヤー、ゴブリンズクラウンマイナスが、ショーゲートの配給により劇場上映された。PG12 指定。 工業収入は1億500万円。2021年1月31日には、ウェブ配信された。が、フェス2021が 15th ィーン i アニバーサリーにて、テレビアニメ第2期の制作が発表された。ゴブリンスレイヤー、ゴブリンズクラウンマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。